デラックスキャラメルも夢、上車は五根霊も夢、アポロは今や中期や余裕や。我らはこの際一気に敵を叩き潰して今まで負けていた鬱憤を晴らせ、流入を下げんなや。八代君、五代君、頼むで。しかし、もう同業者としての仁義、つまり両親と申しますか。そんな、もう火事場泥棒のような真似をしなくても、もう今まで通りの方が、その伝統ある我が社の品位を保つためにも、つまり何やねん。つまり、その川中島の孤児に習いまして、敵に塩を送るといった具合に、宣伝も控えて、その、武士道だな。武士は愛に頼む。スポーツマンシップだよ。フェアプレーだ。なるほど。良心とかおっしゃいましたね。品位とも言われましたね。我々は今人生論の討議をしているわけですか。いや、私が言いたいのはつまり、僕らは川中島の時代に生きてるんじゃない。僕らがアポロに同乗して宣伝を控えればジャイアンツが一人で儲けるだけだ。つまらないことです。この際我々のすることはただ一つ、宣伝費を増額してキャラメルを売って売りまくることだけだ。いや、若いよ。若い君はね、宣伝の力を過信しているよ。どうしてです。キャラメルの需要には限度がある。限度を超えれば我々がいかに騒いでの大衆は受け付けない。赤ん坊だって言うんだって、食べたくないものにはそっぽを向くんだ。あなたはずれてる。知らないんだマスコミの時代を。いいですか、現代の人間は赤ん坊以下です。犬以下です。なぜか、彼らは考えないからです。昼間は奴隷のように働いて、夜は酔っ払うか麻雀かパチンコ、出なければラジオを聞くかテレビを眺める。一体いつ考えるんです。頭の中は空っぽです。そこです。我々が狙うのはこの空っぽの頭の中に、我々は繰り返し叩き込むんです。美味しいキャラメル、栄養のあるキャラメル、ワールドキャラメル、ワールド、ワールド、ワールド。すると彼らは、ワールドキャラメルを見れば自然と手を出す、口に入れる。わかりましたか？ラジオ、テレビ、映画によるマスコミは全てを強制できるんです。大衆の意思も感情も思いのままに動かせるんです。マスコミは現代の独裁者です。帝王です。いや、大衆を軽蔑してる。傲慢だよ。きちめだ。私は現代を信じています。じゃあ何か？君はキャラメルの売れ行きはまだまだ伸びると言うねえな。そうです。違います。売れ行きは伸びない。部長、あなたは昔は確かに功績のあった方でしょうが、現代にはもう通用しません。いける屍です。邪魔者です。消えた方がいいんだ。何失礼します。よろしい、郷田君。君に任せよう。しかしだ、必ずキャラメルの売れ行きを現在の倍額にしてもらいたい。よろしいな。